ボブスレイは、表情の F1 とも呼ばれる犬ぞりレースでソリを引く、シベリアンハスキーソリ競技は、着座あるいはうつ伏せの姿勢でソリに乗って滑る競技。初速と時長によって、斜面を格好するものと、ソリ輸送と同様に牽引によって滑走するものとがある。競技も含めアクティビティとして、のそり滑り、ソリ遊びは冬に、雪で覆われる地域で、 ウィンタースポーツとして発展したが、砂地や芝生、人工芝のように摩擦の小さい場所でも楽しまれる。冬季オリンピック競技には、ボブスレー、リュージュ、スケルトンの3競技が採用されている。タイムを競う競技ではないが、冬季パラリンピック競技のパラアイスホッケーもソリを使用する競技である。本校では、競技も含めアクティビティとして、のそり滑り、全般についてもべる。 ダボスのボブスレーチーム近代スポーツとしてのソリ競技は19世紀半ばから後半スイスのサンモリッツを休暇で訪れていたイギリスからの客たちが配達用のソリを遊戯用に改造しそこからダボスなどスイスの他の街へ急速に広まったのが発祥である近代ソリ競技の競技会は1883年にダボスで始まり直ちにボブスレーリュージュスケルトンが 次々と発展した。1880年代半ばまでにサンモリッツのホテルオーナーであったカスパル・パトルットはこの新しいスポーツに目をつけ専用のコースを設けた。リュージュとして初めての正式な競技会は1883年、ボブスレイは1884年にサンモリッツで開かれた。1926年に 国際オリンピック委員会はボブスレー及びスケルトンをオリンピック競技とする発表をし、サンモリッツの滑走ルールをオリンピック公認ルールとして採用した。表情を滑走するボブスレー前方にハンドル、後方にブレーキを備え、下部に葉のついた鋼鉄製のソリ。ソリの名称そのものが競技名になっている。選手は 200kg 前後のボブスレーを押し出しながら、 加速させて飛び乗り、スタートする。二人乗りと四人乗りがある。最高速度は、時速1 4 0トルにも達し、表情の F1 と呼ばれる。ボブスレー用ーソリは、空気力学の観点からの研究開発が進んでおり、レーシングカーのような開発競争が繰り広げられている。リュージュ選手、トーマス・ケーラーの滑走リュージュには、ワあるもののハンドルやブレーキはない。そのため、 頭を後ろにして、仰向けに寝た選手は、足首などで操作を行う。スタートバーで反動をつけて、前に飛び出した後、スパイクのついた手袋で氷をかいて加速し、仰向けの姿勢になり空気抵抗を減らして滑る。一人乗りと二人乗りがあり、最高速度は時速 150km に達することもあると言われる。オリンピックにおいて唯一、1、1000秒を争う競技。 スケルトンの滑走姿勢陣のついた滑走部分と板状の車体だけという単純な構造のソリを使うことからスケルトンの名がついたとも言われる。ソリを押しながらスタートした選手はうつ伏せに飛び乗り頭を前にしてコースを滑る。最高速度は時速 100km を超えるが顔と氷の間隔がわずか十数センチメートルのため体感速度はその数倍と言われている。 カルガリー・レイク・プラシドリラ・ホマー・長野パラムのパークシティ・ピョンチャン・シー・グールダ装置・ソチホイスラー競技トラック所在都市の分布2018年においてボブスレー・リュージュ・スケルトンの競技会で使用される国際基準を満たすトラックは世界で合わせて17カ所あるスイスのサンモリッツにあるトラックのみ自然冷却であるがそれ以外のトラックは全て鉄筋コンクリート作りで あらかじめ人工的に冷却する。競技トラックは欧米とりわけ中央に集中して所在しており、2018から2019年シーズンにおいて使用できるトラックは欧米以外の地域には零箇所となっている。ソリ競技の国際大会は1972年に初めて欧米以外で開催されて以降も地域偏在は解消できていない。日本では長野市、 ボブスレイリュージュパークの製氷が2018から2019年シーズンから休止され50年以上にわたり毎年開催されていた全日本選手権大会は途切れることになった。2018年ピョンチャンオリンピックに向けて建設された韓国のアルペンシアスライディングセンターはオリンピック閉幕直後に閉鎖された。中国には2022年北京オリンピックの 会場として建設中のトラックが一箇所ある。メディアを再生するソリスベり権威のあるソリは、用途によって乗用ゾリや荷物ゾリなどに分類できるが、乗用ゾリは北欧とロシアで発達し、その優美な姿は冬の風物詩となるに至った。モータリゼーションが早くに進んだ地域では、伝統的なソリは駆逐されたが、観光用に盛んに使われる土地も多い。 動力源によって人力による反り引き、馬反り、犬反りなどに分けることもでき、レースとしても楽しまれている。ゴール前で競り合う競争馬バンバが騎手と重量物を積載した反りを引き、障害の設置されたコースで速さを競う競技。万英競馬が定期開催されているのは、世界的にも帯広競馬場のみとなっている。 犬ぞり使いとマッシャーが操るハーネスをつけたソリ犬を1チームとして規定コースの移動タイムを競う。数キロメートルのスプリントレースから1000キロメートルを超える長距離レースまで様々な距離のレースがあり、競技は数日から数週間に及ぶ。ソリを担ぐ子供木製やプラスチック製、ダンボールなど紙製のソリは丘を滑り降りる遊具として使われる。リは 積雪寒冷地域の移動、運搬具として、紀元前6500年頃のものが確認されているが、古代ギリシアでオリンピックが行われていた頃には、アルプス地方で遊びとしても用いられ、広い意味でのスポーツとしての起源はスキーよりも古いと考えられている。これが冬のレクリエーションとして意識され、記録されるようになるのは16世紀に入ってからである。 その後19世紀中頃に、ソリ遊びから、リュージュや、スケルトンなどが生まれている。ありがとうございます。